関係調とは音楽理論用語の一つである調から特に近いと感じられる調整感を持ついくつかの調のこと、近親調とも呼ばれる。なお、関係調以外の調を遠隔調という。古典派の後では遠隔調への転調も頻繁に行われるようになった。関係調とはある調を基準にしたときにその調から特に近いと感じられる。 調整官を持ついくつかの蝶のことである。この基準となる調べを主張、または基調と呼ぶ。主張と関係長との間には、音階の構成音や主要な和音に共通性が見られるので、転調等もスムーズに行われる。関係長同士の相互関係は、ご度見上、主張を中心とした線形の関係図にまとめることができる。協議でいう関係蝶は、 同主張、平行調、族調、家族調の四つである。抗義では族調平行調と家族調平行調が含まれる。さらに族調の同主調と家族調の同主調も含めることもあるが、あまり一般的ではない。関係調の範囲は厳密に決まったものではない。同主調とは同じ指を持つ町長と単調、同盟調ともいう。町名は、町。 単語を除けば同じである。長調の場合、単調の場合ともに主張と異なる音は第三音のみである。平行調とは同じ調合によって示される調べ。平行調とも書く。主張と異なる音は、主張が長調の場合、主張の俗音と平行調の同音のみである。また主張が単調の場合、主張の同音と平行調の俗音のみである。 属調とは、主張の属音を主音とする動詞の調。調合和が一つ増えるかが一つ減る。主張と異なる音は、主張が長調の場合、主張の家族音と属調の同音のみである。また主張が単調の場合、主張の家族音と平行調の同音、および主張の同音と俗属の第三音のみである。家族調とは、主張の家族音を主音とする動詞の調。 調合はが一つ増えるかが一つ減る。属調と逆の関係。主張と異なる音は、主張が長調の場合、主張の同音と家族調の家族音のみである。また主張が単調の場合、主張の同音と家族調の属音、及び主張の第三音と家族調の同音のみである。属調平行調は、属調の平行調、平行調の属調とも言う。 調合はが一つ増えるかが一つ減る。主張と異なる音は、主張が、長長の場合、主張の第二音と属長平行調の同音及び、主張の家族音と属長平行調の第二音のみで、ある。また主張が、単調の場合、主張の同音と都属蝶平行調の主音のみである。家族長平行調は、家族長の平行調、平行調の家族長とも言う。 調合和が一つ減るかが一つ増える。主張と異なる音は、主張が長調の場合、主張の主音と家族調並行調の同音のみである。主張が単調の場合、主張の同音と家族調並行調の第二音、及び主張の第二音と家族調並行調の第六音のみである。波長調を例とした関係調を表にまとめると、以下の通りである。 英語圏では、動詞長をパラレルキーと呼び、平行調をレラティブキーと言い、日本語と一致していない。平行蝶、動詞長などの名称は、非、英、独、2二日国語がまちまちであり、混乱しやすい。関係蝶という用語は、関係のある蝶、関係の近い長という意味の用語。蝶、関係、長と蝶の関係とは、概念が異なっている。 ABCDEF ヤマハミュージック、メディカコーポレーション編さ音楽用語辞典ハット ABC 拓也マレオスエヨシ末スオ、マルタ正造飯田隆史金光岩夫飯沼信義楽天理論と実習音楽の友も社2016年110から114ページ ISBN4 から27610003 ABCDE 拓也しげた楽天 蝶の関係、小度県2017年8月29日閲覧。小山大信、ジャズセオリーワークショップ初級編武蔵野音楽、学院出版部、1980年88ページ、ISBN なし。ありがとうございます。